オイラとしてはまずシャンリンを探しに行って、あれ、勝利、こんな時間にこんなところでどうしたんだ。うん、それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか。以前に比べて顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。何のことはない。そういえば勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか。この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった。ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え、宝月のタケノコ、普通のタケノコじゃダメなのか。あ、オイラわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。こだわりが強い勝利のことだから。宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない、普通のタケノコでは替えが効かないとか言うつもりだろう。パイモンは賢いな。俺のことをよくわかっている。もうじき仮説だ。タケノコ以外にも同種から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか。ふん、ちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのかは決めてなかったけど、一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。ああ、お前わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられてお前のために使いっぱしりでタケノコを取ってくるとでも思ったか。ん、もとより宝月のタケノコがうまいのは事実だが。くねんねえ、ひとっぱしり行くぞ。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。おいら絶対にスープを飲むぞ。確かにひと走りの甲斐がある美女と言える。いいだろう、二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたらぜひ俺にも少し分けてくれ。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だがそう焦る必要はない。解凍祭期間中町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは所詮花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方がその意義はよりはっきりしたものになるだろう。勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。